今日はどうぞよろしくお願いします。2018シーズンまでこのコンサドーレで活躍されました内村さん、で昨年ですね4月16日ちょうど1年前です。1年前、クラブ創設25周年記念試合でもこの札幌ドームにお越しいただきまして、コンサドーレライブにも出演をしていただきましたが、札幌はそれ以来ですよね。そうですね、それ以来でちょうど1年ぶりぐらいです。どうですか久々の札幌ドームは。やっぱりなんかドキドキしてきますね。なんかいいですね。ゆうじさんもお久しぶりですか。久しぶりですね。LINE とかでちょくちょくテレビ電話とかしたりはしてるんですけども、こう生で会うのは久しぶりです。それどんなお話されてるんですか。まあ、いろんな話を今後のね、クラブのことだったり、セカンドキャリアのことだったり、はい、いろんな話をしてます。コミ会もありますしね。そうなんですよ。セカンドキャリアということでしたけれども、1年前もお仕事について今こういうことしてるんだというお話を伺いましたが、改めて教えていただけますか。はい、変わらず IT 業界に、まあ、チャレンジして何かこう結果出して活躍しようと思ってやってるんですけども、まあ、今年の2月1日から、コラボスタイルという会社で、新しい会社にまた勤めて、電子申請とか、そういうシステムを作って売ってる会社で働いてます。結構ハイテクな感じの電子申請で、なんか想像もつかないですけどね。結構すごいみたいですよ。そうですね。で、働き方とかもいろいろ、こう、新しい働き方で、在宅で働いたり、自由に働いてっていうところも、打ち出しているので、まあ、自分も働きながら発信したいなと、今の自由に働くとか、家で働けるようとか、そういうのもやっていきたいと思います。じゃあ今は基本的にはご自宅でお仕事をされてるんですか。はい、会社自体は名古屋に本社があるので、僕はもう完全に自宅で 100% 福岡にしようと思います。すごい時代ですね。そうですね、すごい働きやすいですよ。午前中ちょっと免許更新に回すとかもありだったり、自由に自分が時間をスケジュールして働くっていうやり方。大丈夫ですか。ダラダラしちゃったりしないですか。いやー、それが心配だと思うんですけど、もう忙しいので全然やることあって覚えることたくさんで、もうあっという間ですね、一日が。ちーさんのお仕事頑張ってる姿見てみたいですね。そうですね、密着して追いたいですね。あとはね、遠隔でもお仕事できるということですから、札幌来たらできちゃうね。あ、それもね。そうですね、そういうのも可能なんで、札幌に来る機会が増えそうですね。さっきですね、好きな場所だからまた来たいし、ね、たくさん来ていただきたいですね。ありがとうございます。今日はオービー会ブースはお二人ではい、お二人で撮影、グッズの販売をしていました。